ちは、ミッドエース佐藤です。こんにちは、村井です。久崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、まあ、早速なんですが、人気ブランドオフファイト、リックオーウェンス、ラッシュモンズを使ってコーディネート対決をしていきたいと思います。おお、人気3ブランドピックアップしてましたね。はい、まあ、というのも別にもう、はい、コーディネート対決って名前であるんですけど、そんなバチバチになんかもうディスリアとかじゃないんで、もしあのいいのがあったらこれがいいみたいなコメント欄とかで、はい、ぜひ書いていただけると、まあ、僕らが嬉しいっていう企画です。そうですね、それぐらい気軽にご覧いただけるのがいいと思ってます。はい、そこはよろしくお願いいたします。お願いします。で、まあ、今回はその中でもちょっとハイ&ローっていうのにちょっとサブテーマ、はい、はい、サブテーマです。ちょっと説明してもらっていいですか。ハイ&ローって何ですか。ハイアンドローとは、ハイアンドローはハイアンドロー、まあまあ価格の高いものとローのミックスを、はい、ああなるほど、あのなんか今ハイアンドローかなみたいな、ああそう、夏ですしね、はい、うん、じゃあ早速1工程目、まあリックオーエンスから今回は最初行きたいなと思ってますので、はい、まずはリックオーエンスから、はい、リックオーエンスから、わかりました。リックオーエンスでコーディネート対決や、はい、行ってみましょう、はい、行ってみます。じゃあリックオーエンスまずご紹介ということで、ちょっとネタバレ感あるよな、全員で、全員で、まあでもしっかり見ていただけると、あ、はい、はい、まあじゃあちょっとリックオーエンスモードの濃い順からいきましょうか。そうです。で、何がハイアンドローやってるのか、値段もじゃあ佐藤が言うのもある。そうですね、はい、じゃあ僕まず着ているのが、まあリックオーエンスのベラポーツ112,200円、ちょっといい素材の方をチョイスさせていただきました。 NBS ね、はい。で、ハイアンドローポイントとしては、そこにまあ603の半袖オーバーサイズシャツ、これがいくらなんですか。これ9000円ほどです。おお、すっごいハイアンドローです、はい、そうなんですよ。でもあれですよ、あの今回のルックでタイロン・ディランがこういう半袖のビッグシャツ着てて、あの SS ポイントシャツ、あれすっごいかっこよかったんで、それのイメージをちょっとハイアンドローでやってみようかなっていうのと、まあ今回の工作のコラボレーションアイテムを結構ふんだんに使ってみました。コラボレーション、おー、そうです。リックオーエンスの中でのハイアンドローもチャンピオン、チャンピオンのベースボールタンクと、足元はリックオーエンスドクターマッチのスリーホールって、リックオーエンスの中でもっていう、まあ、ミックス、そうですね、はい、いいですね。まあ、僕今25歳、リアルな意見としてリック全身欲しいです、欲しいですが、ちょっとまあいろんな趣味とかにもお金かかってくると思うんです。僕ゴルフとかやらないんですけど、ゴルフないし、車だったりバイクだったり、はい、キャンプ行こうかなみたいな、いろんな欲があるので、はい、ちょっとリック全身買うには僕ちょっと厳しい部分もあるので、なんかこういうので一回全身揃えたいなっていう気持ちもあって、こういうコーディネートに至りました。あ、めっちゃじゃあ結構本気な感じですよね。はい、まあ僕はこういうスタイルサンプルで見ていただければと思っております。かっこいい、ありがとうございます。はい、僕は、佐藤はどれだ。僕でもあの今回ちょっとプチテーマみたいなのを入れて、全自分のやつ で、はい、で僕はこれはあの、まあ、めっちゃ簡単ですけど、まあ、街、タウン&アウトドアっていうイメージで、靴を変えれば変身できるっていう、タウン&アウトドアはいで、なんですよ、まずこれは、そうです、これはもう街、街です、街スタイル、はい、で、何がっていうと、まずパンツですね、僕はカーゴジョグ、リックのカーゴジョグで、これが94,600円。おお、いい値段で、うん、ローの部分は何かっていうと、一応このメッシュですちょっと見えにくいんですけど、ちょびっとやね、いや、めっちゃ悩んだんですけど、メッシュしました、メッシュです、はい、メッシュ抜け感ってやつ、そうです、そうです、これでも、あの脱ぎます、脱ぎます、脱いだら分かると思います。これが603の9130円、シシと違ういや、ちょっと見えにくいんですけど、すみません。で、これで、まあ靴を変えればこのメッシュも着て、このナイロンで、まあ、吉岡のナイロンなんですけど、でこう雨も風も防いで、まあ、脱いでしまえば、まあ、ジョグパンツを本当のジョグパンツに したかったんですよ。ほう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 。だからカーゴジョグっていう、まあ、皆さんのイメージではやっぱモードでミリタリーなものっていうイメージがあると思うんです、ティーです、はい、思うんですけど、まあ、ジョグパンツっていう名のこれで50です。ウエストちょっと大きいですけど、まあ、カーブ上細いんで、僕すごいこれでフィットぐらいでいい感じですね、サイズの、まあ、これでだから脱いでいくとこう見えてくるんですけど、まあ、今回ちょっと T シャツの下に重ねて
まあ、これで、靴をスニーカーに変えてもらえばもちろん運動もできちゃうっていう、マジで運動できちゃうっていう、だからジョグパンツをマジのジョグパンツにするっていう、ちょっと今回僕の中であって、だからここまでこのパンツの、まあ、使い、まあ、汎用性があるっていうのをちょっとお伝えしたかったですね。あ、街に回しアウトドアでも行けちゃう、行けるということなんですか。そうです、そうです。まあ、これもあの最初は T 素材なんでちょっと硬いですけど、どんどん馴染んでくるタイプなんで、あの履いていただけると多分お分かりになるかと思いますっていうハイアンドローでした。僕はもう分かりやすく、あのリックといえばパンツなんで、夏もずっと履きたいパンツと、これウィンクルでしたっけ、これ1万450円1万円ですね、まあ、12万と1万円の T シャツ。ああ、すごい。で、靴はもうあの、はい、たまたま私物です、はい、何でもいいですから、あのお好きなスポーツブランドのスニーカーを合わせてくださいということで、あ、で、ポイント、このサングラスです。これかっこいいですよね。はい、リックス。僕ちょっとこのメガネを反らないと合わないですけど、これいくらでしたっけ。84,700円。ね、まあまあ、はい、ハイアンドローでしょ。ハイアンドローです、サングラス84,000円、パーツが10万近くで、 T シャツが1万円っていう、はい、まあもうこれとこれだけです、はい、これでもこれでもうあの超本格派に見えますから。いや、すごい合わせはシンプルで、ここまでこうこういう感じでおすすめですね、はい、じゃあ次は、オフホワイトいきたいなと思うんですけど、はい、いいですかね。わかりました、はい、じゃあちょっとオフホワイト着替えていきます。はいはい、じゃあオフファイト、はい、3人目。じゃあ僕から、なんかちょっと2つやっても、なんか本気だね、みんな。いや、もうもちろん俺バチバチになっちゃった。いつの間にか恥ずかしいな。でもちゃんとまあなんかこう薄まってる感じ、まあ、薄まってる。はい、ハイアンドロー、ここのハイアンドロー、ここのハイアンドロー、後半の回転寿司のお茶みたいな感じになって。いや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 、そういうのも必要ですからね、動画には。山あり谷ありですから、動画あんまり濃すぎても。ちょっと濃い子からいこうか。なんか違うんか、はい、俺が間違ってるな。今回僕のハイアンドロー、まあ、まあ先にじゃあ僕テーマから。オフホワイトですね。オフホワイトです。僕のプチテーマは、そろそろちょっと偏見なくしませんかっていうのがテーマです。え、というのも、そのオフホワイトはやっぱりあるんですよ。なんかオフホワイトにこれ合わせる普通みたいな。例えばオフホワイトにちょっとサリバンとか、やっぱ思われる方もやっぱいらっしゃるんですね。オフホワイトっていう言葉にちょっと嫌悪感をがある方ってやっぱいらっしゃるんですよ。はいはい、実は日本で、日本で、はい、まあそれをちょっともうそろそろ僕はなくしてもらいたいと思ってて、はいはい、で今回はまあオフホワイトってこんなにかっこいいっていうのをちょっとお伝えできたらなっていうので、あのちょっとルックっぽいスタイリングにしてやりました。確かにね、うん、はい。で、今回の僕のハイアンドロー、まずスニーカーです。94,600円間違えました、94,600円で、ローの部分がこのスウェットです。先ほどあの牛屋さんに言ってた徳丸さんのスウェット半袖 T シャツ、これが14,500円、これしかないと思いました、うん、これか、まあ、半袖のなんか解禁シャツかなと思ったんですけど、まあもうスウェット、まあ本当バージルさんが、バージラブさんがショーの終わりのコレクションで出てくるじゃないですか、デザイナーが。その時大体やっぱこうスウェット上下とか T シャツにデニムとか、本当カジュアルなアメリカンなスタイリングだったんで、ちょっとそれのイメージ。これにこれにオフホワイトの T シャツ着るから佐藤君の言うかっこいいオフホワイトにならないんだよっていうところもあるよな。そうですね、かっこいい着方をやっぱりもうちょっとしていくなら9000円の T シャツで十分かっこよくなるよ。なります。ただここはかかる。そうです、オフホワイトのコーディネートにしてこんな話はないですもんね、うん、ないで、うん、これは古着で探したといえ、あの、まあ、どっかのメゾンで探したといえ、行き着くのはオフホワイトで、やっぱオフホワイトかっこいいよってことだよね。そうです、うん、それに普通ならもう、いやもうオフホワイトちょっとサリバンはダメでしょみたいなのじゃなくて、まあ本当ルックでも使ってるようにやっぱテーラーリングで、まあ、下がデニムとかっていう合わせ、あと合わせしていた方がかっこいいよ。そうですね、誰もやってないと思う。やってないです、うん、やってないですし、まあその中でもオフホワイトってなんか着崩せる部分が多いかなっていうのが、着崩してもかっこいい。だからこれも僕ちょっと腰パンにしてて、普通にこう腰履き、あのちゃんと腰位置で履いてもいいですけど、ちょっと落として履く、はい、あ、入れてるやつ、うん、かっこいいとか、はい、まあこのフレアのたまり、あとこのフレアの絶妙なバランス、あとはその色のトーンで合わせるとまたちょっと見え方も違うかなっていうのがあって、うん、っていうスタイリングです。抜いたらこんな感じです。
確かに確かに。これなんか確かにバージルっぽさあるかもね、はい、シンプルな装いでもかっこいいっていう。これにアクセサリーいっぱいつけてもらえればいいですよね、うん、僕ちょっと私物で今回やってみたんですけど、ちゃんとこれも603であります。9900円です。じゃあ次僕紹介しようかな。はい、はい、僕着用オフホワイトはこの T シャツ、チェックフラワーオーバー T シャツ53900円だけと、まあ靴ですね、アウトオブオフィスだけです、はい、それ以外はベルトもか、それ以外はまあ他社なんですけれども、はい、まあ、ハイ&ローのポイントとしてはオフホワイトにディッキーズ合わせるのいかがですかっていうところなんですよ。最近インスタグラム見てるとバジルがよくオフホワイト全身でスケボーしてるのよく見てたんで、はい、やっぱこうカルチャー的にこうスケートボードみたいなのもリンクしてくると思う、はい、オフホワイト着てスケボー行くならこういうスタイルかなっていうのでコーディネートしてみました。いいですね、絶対に転べない T シャツですね。そうです、まあ、これはでもインスタ撮るようです。スケボーするときは着替えます。脱ぐよね、はい、そうです、まあ、脱いで上裸でやればいい。そうです、そうです。っていうのと、まあドカッとワイド行くと思うんですよ、オフホワイト、ルイ・ヴィトン、今のこうコーディネート的に、はい、まあ、本来であればこのホワイトのワイド系、まあ、大体10万いけるかな。ああそうですね、10万、まあ、それトライしたいけど、まずはこういうディッキーズとかで、まあ、これ23000、まあ、これじゃなくても、まあ、うちでディッキーズならこれになりますけど、2万3000円これ。そうです。でこのラインで持ってるの。持ってます。そうですよね、はい、そう、かっこいい。これ2万3000円なの。安いんですよ。安いです。安いね、うん、こんだけ太き厚くないもんね。少ないっすよ。で年間履けるし、こういうなんか家族とスケボー行くとか、うん、お出かけにも適してるし、意外と行くからね、家族ですけど。よく聞きます最近、それ用で欲しいって言われたんで、これ、うん、今流行ってるからね。そうですよね、うん、なんでこういうオフホワイトっぽいスタイリングするのに、こういうの持ってるから子供は。あ、あれですよね、この J-BOLD です。J-BOLD 僕もやってました。へぇ、こんなのやったことこれ歩いた方が早いじゃんみたいな感じになっちゃってるね。はい、まあ、これ着てそれやってもいいんじゃないでしょうか。J-BOLD です、はい、すごい。だからディッキーズ、オフファイト見てる方はディッキーズぜひこれおすすめですので、はい、僕46.4です。よろしくお願いいたします、はい、僕以上です。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ僕のスタートはもうさっきと一緒やんって感じなんですけど、もうリアルになっちゃうんでこれです。バケットアウト、これ45,000。はい、うん、まさにもうハイアンドロー。バケットハットいっぱい出てますけどね、まあ、42,900円。はい、こんな、まあでもね、転んでもこれならギリギリセーフですから。そうですね、雨降ってきても別に洗えるんで、あとはもう1万円ぐらいです、はい、で靴はもう何でもいいでしょ。そうですね、このロープライスのセットアップでもこの帽子あるだけなんかこうしまった。そうそうそう、これもう全部もうオフホワイトに見えるやん。見えるね。そうですね、見えるよね、はい。あ、5万円はするんだな。あ、思います、思います。感じで思うよ、高く見えますよ、思うよ。でも、ね、違うよっていう、はい、ハイ&ローの醍醐味ですよね。そう、ハイ&ローの醍醐味は僕の中でそうだね、やっぱ高見えさせるポイントなんで、はい、ただでもね、やっぱね、今多分ね、30万のバッグに3000円のトップスぐらい合わせてる人がかなり多いから、はいはい、それはもうね、高見えに見えてない見えてないパターンがものすごく多いんで、その辺は注意した方がいいですね。そこやっぱそこら辺は ある程度いかないと、うん、もう素材がやっぱバレるから、ね、うん、そうですね、確かにそれは本当そうです。で今ハンターハンター読み直してるんで、ハンター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 、全部ここにもつけたいぐらいの気持ちでありますよ。バンテグジェイルを、はい、というオファーで、で次はじゃあ何ですか。次はもう最後ラフシモンズで締めようかな。ラフシモンズでコーディネート対決や。はい、見てみましょう。では最後はラフシモンズということで、はい、まあ、僕からご紹介させていただきましょうかね。お願いします。じゃあ、はいはい、ラフシモンズ着用アイテムはこのオーバーサイズのデニムジャケットとラフシモンズランナーですね。あ、はい、でそこに603のめちゃくちゃラインの綺麗なフレアパンツを着てみました。これ14,850円です。おで、申し訳ないんですけど、はい、ちょっとラフシモンズ人気で結構商品がないので、はい、私物を合わせました。あ、でも秋冬またこの形のすっごい素敵なカラーのやつとか上下で入ってくるんで、それのご参考にっていうのと、はい、まあ、お持ちの方多いと思うんですよね、この形のオーバーサイズシャツね、はい、と、まあ、ランナー、はい、まあ、それにパンツ何合わせようかってなると思うんですよ、うん、でも今春夏のコレクションで結構皆さんノリにやってきてるフレア、フレア、
あれそうだと思う。603でどうでしょうかっていうご提案です。今まで何合わせたんだろう。今までだとでもこれに関して言えばでも結構みんなセットアップで合わせたい欲があると思うんですよ。あの20年春夏のちょっとカバーオール型っぽいのにレイヤードのデニムとか。ああなるほど。まあ、でもデニムにデニムみたいな方が多いと思うので、まあ、色を揃えてセットアップっぽくするっていうのも一つ僕おすすめです。でもフレアも絶対いいよね。今も絶対フレアこの横やばくないですか、ね、いや、やばいです。めっちゃかっこいいです、はい、めっちゃかっこいいです、はい、この形も皆さんご記憶しておいていただければ。ラクシモンズのズボンに見えるの、はい、そうですよね。見えます、見えます、マジで見えます。うん、僕が履いてもこのピシルエットなのですごくおすすめです。皆さんぜひチェックしてみてください。603です。603よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ僕ラッシュモンズ、まず、まあ、僕のプチテーマから、僕は今回トレンドマックスで組んでます。おー、トレンドセッターですね。トレンドマックスで、で何がどこがどうかっていうと、まずつなぎですね、うん、つなぎ、あとはまあ色もそうですし、ベスト、あとはまあハイカットスニーカー、あとはクリアサングラス、まあ、サングラスですね。まあ、今回のハイ&ローなんですけど、うん、どこや、まずはこのベストがハイです。これはシモンズのベストで、これが、ノンスリーミント67,100円、はい、67,100円で、ローの部分がこの、これも実は603なんですけど、ほう、初紹介、初紹介ですね。確かに初めて、あのリリースで一応展開っていうものなんですけど、うんうん、まあメンズでも着できるっていうので、ユニセックス、ユニセックスね、そう、はい、これが14,300円です。うん、のつなぎでかっこいいな、ね、ちょっとスケーターかっこいいです。スケーターっぽい感じで合わせてみました。まあこれにまあ帽子、まあ一応あったらいいかなと思ってご用意はしたんですけど、かぶっていただいてもいいですしはいはい、はい、あのまあ僕はちょっと今回はサングラス結構キーかなと思って、うんうん、この感じで帽子も結構スケーターっぽすぎるかなと思ったんで、サングラスでちょい外しっていうスタイリングですかね。まあ、このつなぎがやっぱいいですよね。効いてますね。効いてます。普通のパンツ行くよりは、はい、なんかワンランク上な感じしてる。これ黒もあるんで、はい、まあ、ちょっとモードに行きたい方は黒でもいいですし、まあ、僕はちょっと今回はカジュアルベースに組んでみたかったんで、もうめっちゃ今一番今回組んだ中では一番僕が行きたいコーディネートです。一番リアルにもう全部変えたいぐらいで、うん、似合ってます。こんな感じであります、はい、僕はスウェットです。スウェット、カバンもスウェット、そう、カバンがラクシモンズのやつで6万円ですよ。6万1000円のスウェットの、あのトートバッグ、めっちゃ可愛いですよね、うん、これ。でまあもうあの何でもできちゃうと思うんで、あのスウェットっていうのでやりたいなと思って、はい、これ1万円に1万3000円のパーカー、スウェットのハイ&ローですね。スウェットのハイ&ローになっちゃいましたね、はい、これがおすすめです。うん、重ねられてる、まあ、特にそんなないです特にそんななくて、あの普段着で、ね、これなんか分かんないでしょ。うん、確かに確かに。でもこんなもんも自己満足ですから、はい、ね、誰が見てもラクシモンズともこう分かるものではないんで、こだわりポイントです。そう、6万円かけちゃったら、まあ、他はそんなかけれんだろうと落ち着く。でも今回はこの春夏はこれを買おうというテーマでこれを買ったやつ、はい、でこのカバンの形、このランナーのカバンでついてくるんですけど、めっちゃ使いやすいんで、そこもおすすめです。あ、そうですね。6万円ですが、本当はね、こういうちょっと出すっていうのが、あのコーディネート的にはここからこう、そうですよね、ポイントでやってましたけど、まあ、それはルック見てもらえればと思って、僕はスウェットに埋もれるテーマを作ってみました、はい、もうオチみたいな感じになっちゃいましたけど、全部一緒やみたいな感じに僕は結局なっちゃったので一番高円感ありますね、ずっとこう一貫性がある、はい、一貫性はあって、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はリック・オーメンス、オフ・ファイト、ラッシュモンズの人気トップ3のブランドでスタイリングを組んでみましたということで、この動画ハイ&ロー対決、ハイ&ロー対決で、はい、ぜひコメントをいただけると嬉しいです、はいはい、ではこの動画がいいと思ったかはチャンネル登録とグッドボタンを、はい、よろしくお願いいたします。では次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。